皆さんこんにちは。結婚を電撃発表したドジャース大谷翔平選手が2月29日日本時間3月1日キャンプ地の米アリゾナ州グレンデールで囲み取材に応じました。多くの報道陣の前で詳細について聞かれ、入籍日は特に言わなくていいのかなと、至って普通の日本人の方です。初めて会ったのは3、4年ちょっと前ですかね、と語りました。相手は日本人で、婚約したのは去年とも明かしました。結婚の決め手になったことには特にこれというのはない。一緒にいて楽しいですし、ずっといるところを想像できた。プロポーズ普通に言いました。あえて言う必要ないですけど、と笑顔で話していました。そんな大谷翔平選手の突然の発表は自身のインスタグラムでの発表でした。愛犬デコピンの写真入りで、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人一匹もて力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです。お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので、今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますようよろしくお願い申し上げます、とのことでしたね。今年ドジャースへ移籍した大谷翔平選手、環境が変わり自身との向き合い方を変える中で、私生活への考え方も変わったのでしょうか。そして会見で記者に、知り合ってどれくらい?と聞かれた際に、正確な日付はわからないですけど、3、4年前くらいですかね、と答えた大谷翔平選手。いつから付き合い出したかなどには答えることはありませんでした。確かに突然の電撃結婚まで一切その情報は出回っていませんでした。通常結婚ともなると奥さんといろいろなところに出かけて目撃情報が出そうですが、なんとチームメートでさえストイックに練習している姿は見てもデートを発見されたこともなかったのです。それでは結婚相手は誰なのでしょうか。日本人女性ということは公言している大谷翔平選手、ごく普通の人とのことですが、それはマスコミを警戒してのことで、それなりに有名な人かもしれません。そして有力説が上がっているうちの一人が石川佳純さんになります。というのも2人は以前から熱愛が噂されてきました。調べてみると、その噂の発端は2014年に遡ります。2014年12月18日にプロスポーツ選手を対象とした報知プロスポーツ大賞の授賞式に石川佳純選手と大谷翔平選手が出席されたことがきっかけでした。食事の席が設けられ、さまざまなジャンルのスポーツ選手が交流する場がありました。そこで石川佳純さんと大谷翔平さんの席が隣同士だったのです。後に大谷翔平さんはインタビューで次のようにコメントされていました。石川選手と直接会ったのは初めてですし、すごく綺麗な方でとても優しかったです。この好意的なコメントから熱愛の噂に発展したということでしょうか。さらになぜ石川佳純さんが候補に上がっているかというと、大谷翔平選手の好みのタイプに石川佳純さんがぴったりということもあります。スポーティーな人、高身長な人、明るい人、頭のいい人、控えめな人、誠実な人、読書が好きな人、ハキハキしている人、チャラチャラしていない人、そしてご両親によると女子アナは NG なのだそうです。これを見ると石川佳純さんはたくさんある項目の中で身長以外は全部当てはまるんですよね。さらには石川佳純さん側も以前結婚について答えており、引退後に5年以内には結婚したいと公言していますね。もしかして今回の大谷翔平選手との結婚に向けて引退をしたのかもしれません。というのも引退したばかりの時、パリ五輪代表の切符獲得についてや主に伊藤美誠選手の言動がネットを中心に物議を醸しました。それなのに
引退したばかりの石川佳純さんがコメントを置いていないだけではなく、解説にも呼ばれていないというのです。ほとんどの有名スポーツ選手が引退した後は試合の解説に呼ばれたりコメントを求められることがほとんどなのですが、石川佳純さんは無言を貫きました。これは怪しいのではないでしょうか。やはり大谷翔平選手との結婚に向けてあまり公に活動したくはなかったのでしょう。もしかしたら引退後一緒に大きな屋敷で暮らしていたのかもしれませんね。さらには石川佳純さんの誕生日が2月26日で、発表の3日後ということなので、これもまた怪しさに拍車をかけていますね。アスリート同士で美男美女の峰麗しいお二人なだけに、期待してしまうというのがありますよね。それも頷けます。とはいえ振り返ってみると、この交流会自体がもう10年も前の出来事のようですね。そこからの根強い噂かと思うと、それもすごいことですね。そして以前より大谷翔平選手も結婚観や結婚願望について語っています。三浦大輔氏との対談では、結婚するというのはすごいなと思いますね、その決断力がと語っていた大谷翔平選手。花巻投稿時代、人生設計シートに26歳での予定に結婚とワールドシリーズ制覇を囲んでいたのは記憶に新しいです。そうして2021年11月、日本記者クラブでの会見では、そうなるようにしかならないものだと思っている、今のところはまだまだ先じゃないかなと思います。昨年12月にはブランドアンバサダーを務めたリップ株式会社の富田 CEO との対談で、結婚とか子供とかも含めて平穏な暮らしがしたい、心が平穏なのが何よりもいいことかなと、私生活はそういう風にありたいなと思うと話していました。さらにはオフの個別インタビューで、周りがどんどん結婚していくのでね、焦りはないですけどね、記者の願望はあるかと直球で問いかけには、願望はもちろんありますよ、やっぱり奥さんいて子供がいたらね、楽しそうだなと思いますけど、タイミングが良ければそれは全然ありなんじゃないかなと答えています。結婚に対して前向きな姿勢を持っていたのでしょうね。今回の大谷翔平選手の突然の結婚発表に対して、 SNS では、野球と結婚とは別、一緒にいて楽しいと思える大谷選手にとって素敵な方と縁あって出会った、そしてそれはこれからの彼の長い人生に特別なものをもたらしてくれるだろう、ごく普通に自然に当たり前に大谷選手が会見で話してくれたことを聞いた我々は大切にしなければいけない、間違えても二度と誰かの時のような二の舞を踏むことのないように、おめでとうございます、どうぞお幸せに。昨夜勝手にジェラシー感じて落ち込んだ気持ちだったんだけど、あえて真剣にテレビで会見見たら好感しかなかった。何年か前に会ってフィーリングがあって、でもずっと遠距離で付き合ってくださいっていうのがもう最初からプロポーズだったのかなって感じで思った。ラフな感じでずっと一緒にいることが想像できたのって本当に理想だよね。私生活は平穏に過ごされることをお祈りしています。本当におめでとうございます。婚約は去年ってことは、ホームラン後の薬指にキス騒動はあながち間違ってなかったんだ。というかこの会見でもいまいち詳しくわからないな。さすが3、4年前ってコロナ禍だし、本当ににどこでって感じ、おめでとうございますとのコメントが殺到していました。いかがでしたでしょうか。日本人女性との結婚を発表した大谷翔平選手、やはりアスリート同士で結婚している可能性が高いですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。